とっぴょっさいというわけで今回なんですけれども、ポケモンの特性に強制というものがございます。そちらにバグが発見されたっぽいということなので、カエルくんのツイートが、ものすごくバズっておりまして、そちら喋っていこうと思います。はい、それでは動画の方いきましょう。イエスさんと、ヤレウタン出していきます。ヤレウタンがね強制を持っているんですけれども、イエスさんは特性サイコメーカーで、サイコメーカーでサイコフィールドが発動したところで、イエスさんのサイコシードが1回まず発動いたしますと。でサイコシードが発動すれば持ち物がなしになるので強制が発動します。それでヤレウタンが持っている、虫除けスプレーを、強制で渡したところ、なぜか虫除けスプレーがサイコシードという判定になって、2回サイコシードが発動したところが、動画として残っているかと思われます。はい、これはね、虫除けスプレーが、サイコシードとして機能するよというのは、仕様として、ご利用するのは少し、無理があるような内容とはなっているんですが、こちらさらに検証をカエルくんが進めてくれています。他にもルームサービスビビリ玉オレンの実、などでは現象を確認できませんでしたと。エレキシードやサイコシードなど、シード系でのみ2回発動するっぽいというところまでは分かっていますと。なんですが、こちらね、もし、仮にね、仕様ではなく、いや、これ公式大会で使ってもいいよとなった場合に、僕がどう使うかというのを、マル秘情報を紹介していこうと思います。はい。僕が考えた、ものは、エレキシードガッチガチガチバチンというコンボとなっております。はい。これはですね、ヤリユータンと、バチンウニという新しいポケモンを、先発でバトルゾーンに出しますと。バチンウニ、夢特性がエレキメーカーとなっているので、イエスさんのサイコメーカーと同じ要領でエレキシードを発動させますと。で、ヤリユータンが、虫除けスプレーでも何でも、バチンウニに渡すことによってエレキシードで2回防御が上がりますと。で、これ何が違うのと。イエスさんと何が違うのといえば、バチンウニ、これは電気単タイプのポケモンでございますので、弱点がなんと地面しかないとなっているんですね。で、地面というのは、基本的に、地震や10万馬力、ドリルライナーなど物理の方が多い、そういう技となっていて、大地の力もね、結構、いるとはいるんですが、物理技の地震さえ、カバーしておけば、もう実質弱点なしだと。いうところで、エレキシードを2回発動させて、実質弱点なしのバチンウニが完成するというところ、これがガチガチガチバチン、ということでございます。はい。さらにシナジーがございましてですね、ヤレユータントリックルームというね、技を使えて、トリックルームするイメージが強いポケモンかなと思うんですが、なんとこのバチンウニ、素早さが15しかないというところで、はい、もうこれはトリックルームして、上からね、殴るようなアタッカーとして使ってくださいと、もう言われているようなね、ポケモンでございますと。しかも、エレキメーカーが発動するので、バチンウニ、電気技の威力がめちゃくちゃ高くなるというところで、耐久と火力を兼ね備えた最強のトリルアタッカーが、完成いたします。このガチガチガチバチンのコンボは、大会で使う線も考えてはいたんですが、界隈の発展のために、強い戦法ではあるんですが、ここで公開とさせていただきました。ぜひね、興味が湧いた方はこのガチガチガチバチンを使っていただければなというふうに思っております。はい。というわけで、今回の動画のネタはね、これだけになるんですけれども、またね、今後情報の動画をね、ガッチガチに出していければなと考えているので、チャンネル登録や高評価、通知オンなどをガッチガチにやっていただければなというふうに思っております。それでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ!